ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに、拉致問題インフォメーションです。2月22日、安倍総理は総理大臣官邸で拉致被害者ご家族と面会しました。総理は挨拶の中で、拉致被害者の一日も早い生還を期して全力を挙げていきたいとの決意を述べました。今回はこの安倍総理の挨拶を紹介します。家族会の皆様、今日はわざわざ官邸にお越しをいただいたことに御礼を申し上げたいと思います。横田めぐみさん、そして松本京子さん、久米豊さんが1977年に拉致されてから40年を迎えたわけでございます。皆様が本当に苦しい気持ちの中で家族会を結成されてから20年の節目の年となるわけであります。これほどまでの歳月をかけながら、5人の被害者そしてご家族が帰国を果たしたとはいえ、多くの方々が未だに北朝鮮に残されたままであるということについて、本当に私も当初から拉致問題に取り組んできた者の一人として痛恨の思いでございます。一日も早い生還を期して全力を挙げていきたいと決意を新たにした次第でございます。昨今の北朝鮮につきましては、今年に入ってからもミサイルを発射する、あるいは核実験を強行しているわけでございます。国連決議にも明白に違反をしている中において、国際社会としっかりと連携しながら北朝鮮に圧力をかけていかなければならないと思いますし、国連決議を守るようにより一層努力を深めていかなければならないと思っております。私が訪米をした際にも、ちょうど時を同じくして北朝鮮がミサイルを発射したわけでございますが、私の会見にトランプ大統領が立ち会い、 100% 日本の立場に対して支援を述べられたわけでございます。トランプ大統領に対しましては、拉致問題の解決の重要性についてお話をしたところ、この認識については完全に一致をしたところでございます。拉致問題の解決に向けて、同盟国である米国を含め世界の国々としっかりと連携をしながら、北朝鮮に拉致をした人々を返せと声を一つにして対応を迫っていきたいと考えている次第でございます。皆様方におかれましても、この40年という月日は相当困難な月日であっただろうと思うわけでございますが、これからも
皆様方としっかりと連携をしながら、さらに努力を重ねていきたいと思っている次第です。今日もまた、皆様方からの要望書等々を受け取ることになると思いますが、皆様方のお気持ちに沿う形で、何とか努力をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。2月27日、アメリカのワシントン DC にて、日米韓の6者会合主席代表による会合が開催され、日本からは金杉憲治アジア大洋州局長、米国からはジョセフ・ユン国務省北朝鮮政策担当特別代表、韓国からはキム・ホンギュン韓国外交部朝鮮半島平和交渉本部長が出席しました。会合では先般の日米韓外相会合の結果も踏まえ、対北朝鮮政策に関する日米韓3カ国の連携の在り方について議論を深めました。具体的には、最近の北朝鮮情勢に関する意見交換を行うとともに、日米韓が緊密に連携し、北朝鮮に対して挑発行動の自制や安保理決議の遵守を強く求めていくことで一致しました。また、拉致問題の解決に向けた取り組みについては、改めて米国及び韓国から理解と支持を得ました。本日はこの会合終了後発出された北朝鮮に関する日米韓3カ国共同声明の内容を紹介します。本日ジョセフ・ユン米国国務省北朝鮮政策担当特別代表、金杉憲治日本国外務省アジア大洋州局長、キム・ホンギュン韓国外交部朝鮮半島平和交渉本部長は、2月16日のドイツ・ボンにおける3カ国の外相間の議論に続き、北朝鮮の状況について議論するためにワシントンにおいて会談を行った。3者は北朝鮮の核及び弾道ミサイル計画は韓国、日本及び米国の安全保障を直接脅かしているという共通の見解を表明した。3者はまた北朝鮮の弾道ミサイル及び核計画を禁止する複数の国連安保理決議を北朝鮮が著しく無視していることにより、北朝鮮の体制への強力な国際的圧力が必要となっていることに留意した。ユン特別代表は、拡大抑止の提供を含め、米国の韓国及び日本に対する防衛上のコミットメントを断固として維持することを改めて表明した。3者は、2月16日のドイツ・ボンにおける3カ国の外相間の議論に続き、北朝鮮の完全な検証可能なかつ不可逆的な非核化に向けた共通の方策を検討した。この点について3者は、北朝鮮の運用可能な核・ミサイル能力の開発に向けた取り組みを阻止するために、北朝鮮に強力で包括的な制裁を科した国連安保理決議第2270号および第2321号の下での義務を、すべての国が完全かつ効果的に履行することを確保するための協調的な取り組みを検討した。三者は、北朝鮮の兵器計画の収入源、特に違法な活動をさらに制限する方策を含む、国の当局の下で可能なその他の措置について検討した。3者は、北朝鮮における人権侵害について議論し、拉致問題の早期解決及び離散家族再開事業の再開の重要性を再確認した。3者はまた、
北朝鮮の脅威に対処する中で、3カ国の安全保障協力を強化するための政府の取り組みを拡充し、国際的な不拡散体制を支持し、北朝鮮によるあらゆる違反に対する国際的な対応を主導することで一致した。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。3月10日、米国専門家の見方について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。3月6日からワシントンに来ておりまして、アメリカの専門家の人たちといろいろ議論、意見交換をしておりますが、やはり議論の中心になるのは北朝鮮の問題、とりわけ北朝鮮の核兵器開発、そして弾道ミサイル開発という問題が議論の中心になっております。現在トランプ政権は対北朝鮮政策の再検討、いわゆるポリシーレビューと呼ばれるものを進めておりまして、オバマ政権時代の対北朝鮮政策というものを検討しつつですね、その上にそのトランプ政権としての新しい政策を作ろうという、そういう作業が今進行をしておりますが、その過程でトランプ政権は全ての選択肢というものを、テーブルの上に置く、すなわち全ての選択肢というものを全て検討しつつですね、どういう政策を取るか考えるんだということを明確にしておりますが、この全ての選択肢という言い方、全てということになると軍事的な行動というのがそこに含まれますので、そういう点でも注目を集めておりますが、実はこの全ての選択肢を考えるというのは、昨年の1月6日に北朝鮮が核実験を行った後には、実はオバマ政権の下でもこの全ての選択肢についてのいろいろな議論というものが進められておりましたが、その時はそういう政権の中でいろいろ行われている議論が表面化はしなかったと。今回はむしろその全ての選択肢について議論するということを意図的に明らかにしていると、そこは大きな変化あるいは特徴ということになりますし、それは、それだけ今トランプ政権が北朝鮮の核兵器あるいは弾道ミサイルの脅威というものをですね、認識している、その表れであると言っていいかと思いますが、トランプ政権がそうした脅威認識というものを現在強く持つようになった、非常に大きな要因としては、今年の2月12日に北朝鮮は弾道ミサイルを発射し、またさらに3月6日にも弾道ミサイルの発射ということを行いましたが、これらがやはり相当トランプ政権に脅威認識というものを持たせたと。その結果、全ての選択肢というものを検討せざるを得ないと、そういうことに今なっていると言っていいかと思います。現在進められているポリシーレビュー、対北朝鮮政策の再検討という作業は3月中にも終わるんではないかということが今言われるようになりましたが、これは当初考えられていたことと比べるとすごい大きな変化でありまして、当初は対北朝鮮政策のレビュー見直しというのはかなり時間がかかるであろうと考えられておりました。それはそれだけ優先順位が高くないからという意味だったわけでありますが、現在非常に早いテンポでポリシーレビューが進んでいるということは、それだけトランプ政権の中でも
この北朝鮮の核ミサイルという問題が、優先順位を上げてきたと、いうことがよくそこに示されているということになるかと思います。もちろん北朝鮮の側から見れば、アメリカが強い脅威認識を持って優先順位を上げてくれるというのは、これは歓迎する動きなんだと言っていいのであろうかと思います。アメリカが脅威認識を持つんであれば、それを、アメリカとの協議の実現につなげていくと、米朝協議、米朝対話というものを実現させるために、まずアメリカに脅威認識を持たせるというのが重要だというのが、おそらく北朝鮮の考え方だろうと思われますが、しかし現在のアメリカ・ワシントンの雰囲気ということになりますと、まずすぐ対話あるいは協議というものを行おうというような、そういうものが存在しないというのが現在のワシントンの雰囲気であろうかと思います。でむしろトランプ政権の大きな関心というのは、どうやってより効果的な圧力というものを北朝鮮にかけていくかというところにあると言っていいわけですし、あるいはこの北朝鮮の核開発を止めるためにはですね、軍事的行動も必要になるかもしれないということを真剣に考えると、同時にレジュームチェンジと呼ばれている北朝鮮の政権の交代というものをやはり実現しなければいけないんではないかと、という議論も今積極的に進められている。まあ、この軍事的な行動、そしてレジュームチェンジというこの2つのことをもし実現させるということであると、まあ、中国の協力が絶対に必要だということになりますので、まあ、当面はトランプ政権は中国に、まあ、そういった協力を要請するという、そういうことが十分に考えられます。先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は宇佐美由美子で無事を祈りてをお届けします。それではお聴きください。
宇佐美由美子で無事を祈り手をお聞きいただきました。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。